野はですからこの位置です。左ウィングバック、クロス、ハモンドペス、落としたチャンス、石原だ。仙台先制。左ウィングバックにスライドした中野のクロス、ハモンドペスアシスト。そしてフルス、一度戻し三角へ。そしてここに大山がいます。ちょっと前にいた大山、おー、右に出てる。奪った高野、一人かわしに行って拾った曽根田、真ん中の小塚に預けて、もう一度受けてスルーでバホス空いた。さあビッグチャンス、バホスループ浮かして決まった。先手を取ったのは甲府、ジュニオールバホス、今シーズン11ゴール目。素晴らしい崩しを見せました。バンコーレ、小谷が蹴っていった、ゴール小谷が決めました。ああ、ボールを奪い返した。シュート打てるか、東か、甲府、東の左足のシュート、冷静ながらバスケの2点目。素晴らしい切り替えから、西尾から、ああ速いプレッシャー、バブンスキーが狙ってきます。バブンスキーのゴール、2点目。ロングシュートが決まりました。これが町田プライド、よく見てましたね。堀越クリスチャーノ、ここかけてますからね。クリスチャーノ、クリスチャーノ、クリスチャーノまだ持っている。バックアップして瀬川シュート、ゲット。クリスチャーノ頑張りましたね、はい、今ね。ここ何回かね、クリスチャーノ誰かが無理をしていかなければいけないという柏レイソルです。こういう形でいくのってことですよね。シュート、ラケット、これでいいでしょう。セガーですね、はい、見事なゴールですね。シーズンの7点目です。すぐに追いつきました。ファーストシュートじゃないですか、この試合のね。仕掛ける立田、ドーグラス、セル、ヘディングシュート、決まった。いやー、高い高さがあるヘディング、ドーグラス、これで今シーズン10点目に到達、2桁ゴール達成。まあ、シーズンを終えるというのは非常に困難ですから、はい、まあ、仕方のない場合の状況ですね。長田から武藤へ、武藤へ